ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級55.3キロ以下タイトルマッチ12回戦が25日東京有明アリーナで行われ挑戦者の井上直也大橋が2団体統一王者スティーブン・フルトン米国28回 TKO 勝ちで4階級制覇を達成した4団体統一と4階級制覇の両方を達成したのは世界2人目の異業 戦前から一部では賢さを持つフルトン優位という評価があった中、井上の感傷劇を目の当たりにした米指揮者はいくつかの誤解を提示した。動画 TKO 直前の一撃は音が明らかに違う。見えん、中継とは違う角度。フルトンを完全に吹っ飛ばした井上直也の衝撃映像序盤から深海級の井上がパワフルな動きを披露。 出だしから激しいモンスターのパンチに王者はクリンチを繰り返す展開だった。そして8回に井上の右ストレートがフルトンの顎を貫き、間髪入れず追撃の左フックを見舞ってダウンを奪って熱戦に終止符を打った。米スポーツ専門局 ESPN 歴史者を務めていたスティーブ・キム氏は自身のツイッターに、井上フルトン戦のいくつかの以下の大きな誤解について、 とつり、四つの視点で感想を述べた。まずは、フルトンは、スリック。それは違う。ボクシング的に、滑らかな攻撃、を示すとされる、スリックという言葉を多用し、彼はよく鍛えられ、身体能力も高い。しかし、スリックではない。スリックな選手であれば、2021年11月に対戦した、フィゲロア相手にフルトンほどは打たれない。 今日の試合でも井上の方がずっとスリックだった、と井上の技術を称した。次は、井上がホプキンス戦のトリニダードと比較されていることについて、都市2001年の WBA&WBC&IBF 世界ミドル級王座統一戦バーナード・ホプキンス、フェリックス・トリニダード戦を持ち出した。当時、圧倒的な KO 率を誇るプエリトリコの U トリニダードだったが、 米国のホプキンスに敗れ、プロ初黒星を喫した。パンチのパワーに関して言えばそうかもしれないが、井上の方がフットワークは軽快、実際フルトンよりも軽快だった、で、リング上をうまく移動できる足を持っていた。彼がパンチに力を与えるために足を固定する必要もなかった、と指摘した。三つ目は、井上はとても巧妙で、罠を仕掛けてカウンターパンチを打つ方法を熟知している。 フルトンは序盤からそれに疲れさせられていた、とし、パワーパンチャーの井上の方がクレバーな戦いを披露したと評した。そして最後の四つ目は、2017年に対戦した、アダム・ロペスに痛めつけられるような選手、フルトン、であれば、強烈な打撃を持つ井上のような相手に問題を抱えるのは当然だ、とした。井上の強さを再認識するには十分すぎるほどの、誤解、だったようだ。